俺に全部顔を突っ込んで写真を撮るのは。桜島パーキングエリアじゃない、サービスエリアで休憩中です。この通りね、砂伏風呂の看板も中に発見しました。これからね、行く場所です。フリード優秀だけど、まあまあ疲れたな。それでもこのありがちな顔を突っ込むね、このこれ鹿児島はさすがにこう人物が多すぎて、うん、大久保さん、とてもね、向こうに西郷さんもあるんだけど、大盛況だ。この間チランに来た時はね、このあの雨で全然入れなくて片付けられてたけどね。全部で何枚あるのかな、これ大概あるよね。結構鹿児島の人物であればほとんどと言っていいほどじゃないですかね。このやってね、西南の駅に関連している人まで顔出しパネルにしてますんでね。せっかくなのでいくつかチャレンジしました。あ、ちょっとこれ間にヒゲがあるね。ちょっと大久保利通、それから公用語をフランス語にしようとしたこの人、それから五代さん、NHK のドラマでもねありましたね、東郷平八郎さん、そしてこの身長差のある西郷さんと島津成明でした。微妙にそんなにこう有名じゃない人のもねいっぱいある。長沢何これ、剣なわけないね。村橋久さんって全然知らないんだけどね。まあ有名なのかな。愛かなさん、まあ、最もどうでもいいかも。あ、それからね、地味にこの人面犬仕様もありましたんでやってみました。はい、ちょっと入って、いろいろサービスエリアあるんですけど、まあまあ上位にランクできるぐらい楽しい場所でしたね。桜島パークサービスエリアへご休憩の際はどうぞ。